僕は市島達です。僕ら4回目にのアメリカで25時間耐久レースに参戦しに日本から来ました。完走できて、今まで全てのこのレースで、完走したりクラス優勝したりしてきました。今回の、ホンダのハイブリッドの CRG、それで、参戦します。すごく経験豊富な服部と、それから光貞、それからアメリカのドリフトでチャンピオンを取った大と、私と、この4人で、チームワークよく完走を目指して、明日頑張ろうと思います。5時から6時にダークが来て、長い夜、それから非常に気温が低い、タイヤ の, あのアドヒージョンが落ちる、それでまた翌朝日が出る、そういう気温の差、それから明るい暗い、また朝眩しい中朝に、そういう長い耐久レースの中でも、気温の差と、それから 路面の温度の差、タイヤの持ち、そういうところは非常に難しいレースだと思います。やっぱり長いレースですから、まあ、コースどうのこうのっていうよりも、確実に、コース上にいると、他の車との接触は避けて、だからもうできるだけ、無傷で次のドライバーにバトンを渡すという。お願いします。
It was great. I mean, I don't know what to say. It was one of the best moments I ever had. I mean, outside of drifting, you know. That was my first time driving with Sprint and first time doing enduro racing. And we were able to finish third in the class. And also, I was the one who was driving on that, you know, when we finished. So that was quite a great experience for sure.世界で一番長いあのツーリングカーレース、このサンダーヒルで、無事完走できて、素晴らしいクルー、メカニック、スタッフのみんなの協力のおかげであのいい結果が残せました。ありがとうございます。僕ら1980年代からこういう24時間レースにあのチャレンジして世界のいろんなサーキットでレースに参戦してきてるんで、まあ、来年もまたいろんなレースにチャレンジしたいと思います。